なお、派遣委員の人選等につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めますよって、そのように決しました。質疑を続行いたします。川内博さん。委員長。午前中に引き続き質疑をさせていただきます。午前中の続きを少しさせていただいた後、総理に辺野古について聞かせていただきたいと思っています。まず、統計委員会の事務局がですね、これは500人規模以上の事業所について、データがおかしいね、ということに気づいたのは、平成30年の何月何日かと。12月13日に西村委員長が、まあ、大西政策統括官に、これは重大な問題だと指摘するわけですけど、その前に事務局で、何月何日に気づいたのかということを教えていただきたいと思います。総務大臣、石田正敏さん。お答えをいたします。平成30年1月分のですね、結果の公表が平成30年4月に行われました。そして平成30年4月16日に、ローテンションサンプリングを導入しても断層は小さくならなかったことが判明をいたしました。このため、この断層の要因について、まずは従業員規模別などの細かい分析ではなく、全体的な視点からの分析等を西村委員長から厚生労働省に求めたが、厚生労働省の対応には時間がかかった。そこで平成30年7月の12日に、厚生労働省から統計委員会の部会に中間的な報告があり、その後、8月28日に統計委員会に報告がございました。委員の指摘を踏まえた追加の資料が、9月28日の統計委員会に提示をされております。その後、平成30年10月以降、その報告を受けて、統計委員会の事務局職員が、断層縮小に向けた検討のため、詳細な分析に着手をいたしました。そして、平成30年12月上旬に、その一環として従業員規模別に断層を確認したところ、本来ほとんど断層が生じない全数調査である700人以上の事業所に、ごめんなさい、失礼しました。全数調査である500人以上の事業所に断層が生じていることに統計委員会事務局が気づいたわけであります。その内容を委員長に報告の上、委員長の指示に沿って12月10日に従業員規模別の断層データを示して、その理由を厚生労働省に紹介したわけであります。その後ですね、平成30年12月13日の委員長と事務局、厚生労働省の打ち合わせの場において、回答を求めていたところ、本来全数調査である500人以上の事業所のうち、東京都分については抽出調査にしていること、神奈川、愛知、大阪府にも抽出調査を拡大する予定であるとの発言が厚生労働省からあったため、委員長から重大な問題ではないかとの趣旨の発言があり、事務局から統計法に基づき、承認した調査計画に即していない旨指摘するとともに、詳細な情報を提供するよう求めたと承知いたしております。川内さん。で、12月13日の会合になるわけですけれども、12月10日に、厚労省に対して、指摘をしたと。で、12月13日、重大な問題だねと、先ほど西村委員長が、大西政策統括官にお伝えになられたわけですけれども、これ重大な問題だと言われて、先ほど最後に聞いたんですけど、大西政策統括官は12月13日から18日までの間、官房幹部の誰とも連絡を取らなかったんですか。何にも連絡しなかったんですか。電話なりメールなり、その他のですね、電子的な、メッセージなりですね、何にも連絡取らなかったのか、それとも何らかの形で、報告をしたのか、連絡を取ったのか、ということをもう一度答えてください。厚生労働省前政策統括官、大西康之さん。
私というか私と3時間手分けして官房幹部にですね、初めて一報を入れたのは18日でございます。川内さん、いやだからそれは会合をしたわけですよね。12月13日から18日までの間、電話なりメールなりその他の方法なりですね、全くこう重大な問題だと法令違反を指摘をされてですよ、何にもしなかったんですか。何にも報告してないと、電話でこんなこと指摘されたんで私も知らなかったんですわとか何にも言わなかったということですか。大西前政策統括官。記憶によりますと、私は、その13日から、17日までの間でございますが、電話メールとはしておらなかったと思います。川内さん、おらなかったと思いますってどういうことなんですかね。とじゃあ誰にも話してないと、まあ、官房幹部じゃなくてもいいですわ、誰かに話をしたと、誰かに伝えたということはないですか。大西前政策統括官。官房幹部には、お話をしてないということでございますが、部内ではもちろん、調べるようにというようなことは、しておりました。そういうことでございます。川内さん。いや、それ以外の人にはということですけど。大西さん。政策統括官。記憶の限りでは特段お話はしておらなかったということでございます。川内さん、恐るべき危機管理ですけどもですね、それじゃあ19日の会合で、官房幹部に大西さんご自身が説明をされている、資料を持って説明したと、この前私の質問に対してご答弁されました。その資料の中にですね、雇用保険あるいは労災給付の算定の基礎となっていると、毎月勤労統計とは、そういう統計であるという説明、資料が入っていましたか。大西前政策統括官。これも記憶の限りでございますが、そういう雇用保険とか労災保険のことについては、資料には、手持ちの資料の中には入っていなかったという具合に、記憶しております。川内さん。どんな資料を持っていらっしゃったのか、この資料の提出をですね、委員会に求めます。その時説明した資料の提出を委員会に求めたいと思います。委員長お諮りください。この件につきましては、五国理事会にて協議をいたします。川内さん。12月13日から18日の間、大西さん、あなた何してたんですか？何してたんですか？ちょっと教えてください。私、こんなことしてたんですよ、ということを教えてください。大西前政策統括官。14日の日にはですね、3府県に抽出調査をするという予定であるという話があるので、それを取り消すように、指示をするとともにですね、担当室にですね、この抽出調査と、復元を、していなかったということについてですね、このいつから、どのような取り扱いで、行っていたかということについてですね、調べるという、そういった指示を出していたという具合に記憶しております。川内さん。
15、16が同日ですから、17日は何してましたか。まあ、あるいは土日に何してましたか。大西前政策統括官。まあ、17日、18日にかけてですね、その、なんて言いますか、どういう状況になっているのかというのを、聞いていたと、あるいは引き続き調査をするようにということでございました。ただ、ちょっと記憶では残念ながら、まだ18日の段階に至ってもですね、なかなか確定したことが分からなかったという、まあ、そういう状況だったという具合に記憶しております。川内さん。まあ、さっぱり要領を得ない、ご答弁になられるわけですけれども、こんな重大なことをよく覚えていないというのはちょっと私には信じられないことなんですけれども、あとこの前官房長がですね、大阪議員の質問に対して法改正せずとも省令の改正で、保険給付ができるように、法制局に相談をしているというふうに、答弁して、あたかももう省令改正で、良いのだというようなご答弁をされたんですけれども、今日法制局に来ていただいているんですけれども、追加支給についてですね、雇用保険、あるいは労災の給付、法改正ではなく、厚生労働省令で対応可能か、この間、累次にわたって厚労省から相談を受けていると、法制局から聞いています。まだ結論は出ていないという、説明を昨日受けましたけれども、それでよろしいでしょうか。内閣法制局長官、横畑祐介さん。厚生労働省からは、今般判明した毎月勤労統計における、労働者の平均定期給与額等の誤りを、統計的に合理的な根拠、考え方に基づいて正し、これにより認められる従前の給付額との差額について、追加給付を行うことについて相談を受けております。まあ、詳しくは所管の厚生労働省からご説明があるとは思いますが、この追加給付は現行の雇用保険法における、雇用保険法による基本手当や、労働者災害補償保険法による休業補償給付等として給付しようとするものであり、これらの法律が給付額等について、毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額等を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定される平均給与額に変動があったときは、その比率に応じて自動的に変更しなければならない旨を規定していることから、これらの法律の規定を根拠として、今般判明した毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額等の誤りを正すことによって生ずることとなる追加給付を行うことが考えられるわけでございます。ただ、ご指摘の解放令の整備等を含め、詳細につきましてはなお検討中ということでございます。川内さん。はい。それでは、辺野古に、移らせていただきたいと思います。ちょっとパネルを出していただいてですね、これは今月1月6日の、日曜討論の安倍総理大臣の発言なんです。土砂を投入していくにあたってですね、あそこのサンゴについてはこれを移しておりますと、こう、総理ご発言をされていらっしゃるわけですが、これは私は不正確な発言なのではないかというふうに思います。不正確だったので、撤回をされるというふうに、言われるおつもりは ありませんか。安倍内閣総理大臣。この、
何が不正確かということはよくわからないんですが、この今図で示していただいているようにですね、埋め立て海域、これかこっちか、ああそっちで、この海域でいきますか、海域ですか、それ海域、いやこれ、これパネルがないんですよ。あ、パネルないの、はいはい、そうするとちょっと説明しにくいんですがね。あ、じゃあもう一回質問しない。じゃあ今ちょっと説明します。埋め立て海域についてはですね、キャンプ米軍キャンプシュワブ側、シュワブの北側と南側、北側というのは辺野古、大浦湾側ですね、そして南側は辺野古側とに分かれており、現在このうち、南側海域全体について周囲の影響に海域に影響を与えないよう埋め立て海域をすべて護岸で締め切った上で埋め立てを進めているということなんですね。この これですね。はいはい、ちょっとで、じゃあここまででいいですか。はい、あ、そうですか。はい、はい、これ大丈夫ですか。川内さん、じゃあちょっと一つ一つ進めていきましょう。で、総理、あそこのサンゴについてはとこうご発言されていらっしゃいますが、あそことはですね、この埋め立て区域1の1、埋め立て区域1の2、埋め立て区域2、埋め立て区域2の1、埋め立て区域3、このいうふうに分かれてるんですけども、あそこというのは、どこを指すのかということを、教えていただきたいと思います。安倍内閣総理大臣。これもパネルしていただければ説明しやすかったんですが、いわば、南側全体ですね。そうすると、この1、2、なぜ1、2をですね、1、2って、この辺野古側、南側ですね、南側海域全体について、周囲の海域、これとこれですね、はいはいはい、ここね、そこですね、はい、これです、はい、でそこでですね、はい、そこでなぜ、それをそう指摘したかというとですね、ですから、いかに私が正確に、あそこという言い方ではありましたが、それをが正確であったかということを、ご紹介させていただきますと、サンゴに関しては護岸で締め切ると周囲の海と切り離され、海水の出入りが止まって、その生息に影響が生じるため、海域を締め切る前に、南側の埋め立て海域全体を調査し、生息している保護対象のサンゴは移植したと聞いているわけであります。つまり、ここ今ちょっとこう、全部埋め立てられて、護岸があるかのごとくなんですが、締め切っているのはここです。ここだけですね。だけ。であります。つまり、これを締め切った段階でですね、締め切る前にですね、締め切る前にサンゴを移さないと、海の海流が止まりますから、サンゴの生息に大きな影響が出てくるということでありますから、ここ全体をですね、全体についてのサンゴの移植を行ったと聞いて、はい、わかりました。いる。はい。で、こちら側はまだ、まだ、締め切ってませんから、はいはい、まだそれは行われてないという説明を、聞いたということであります。はい、以上。川内さん。総理ですね、この埋め立て区域2の1と埋め立て区域2というのはですね、全然別な、工区なんですよ。今やってるのは埋め立て区域2の1ですね。全体の 4%。だから、そもそもですね、埋め立て区域2と埋め立て区域2の1を混同されていらっしゃるということがですね、そもそも不正確なんです。いや、総理、これは私どもの受け止めですから、総理は正しく理解していたかもしれないけれども、一般の視聴者は、そういうふうに理解するんですね。で、今、総理のおっしゃったことは正しいとしてもですよ、埋め立て区域2と、埋め立て区域2の1にある移植したサンゴは何群体かご存知ですか？ちょっとこれ総理に先輩お願いしますよ。これ総理がやってんだから。防衛大臣岩谷武さん。事業を行っておりますのは沖縄防衛局なんでですね、まあそういう事業の工事の細かいことについてはぜひ、防衛省に聞いていただきたいというふうに思います。で、私どもは総理に対してはですね、辺野古側から
工事を始めますという報告をしております。そして、そちら側の3号は移植をいたしましたと。1軍隊ですね。移植をいたしましたという。はい。わかりました。はい。だから、はい、総理の認識は間違っていないんです。何軍隊かと聞いたんですけど、いや、だから総理の認識は間違っていないということをはっきり申し上げておきたいと思います。田内さん。いや、総理、今聞いていただきました。この埋め立て区域2と、埋め立て区域2の1に あった移植した3号というのは1軍隊なんです。1軍隊。はい。いや、ここにあったですね。この埋め立て区域2と埋め立て区域2の1にあった3号は1つなんです。それを移植しましたと。では、このまだ締め切っていない大浦湾側に、移植すべき3号が何軍隊あるのかということを、大臣教えてください。岩屋防衛大臣。大浦湾側には多くてですね、7万4000軍隊でございます。川内さん。それで、最近総理はですね、那覇空港の第二滑走路のことをよくおっしゃるじゃないですか。そこよりも厳しい基準で移植するんだよ、ということをおっしゃるわけですけども、那覇空港の第二滑走路事業に付随して移植した3号はですね、3万何千軍隊あるんですけれども、そのうち現在でも、5年経過後、現在でも、生存している、3号は、生存確率は割合どのくらいでしょうか。国土交通大臣、石井啓一さん。航空局の関連の事業でございますので、私からご説明申し上げます。那覇空港滑走路増設事業では、環境保全措置の一環として、事業者である沖縄総合事務局において、外部有識者等からなります環境監視委員会の意見を聴取した上で3号類の移植を実施をしております。3号類につきましては、工事区域に生息しているもののうち、小型3号約3万7000軍隊、大型3号約37軍隊他を平成25年度から26年度にかけて移植したと聞いております。移植3号類が生き残っている割合は平成29年冬時点で小型3号は 41%、大型3号は 100% と聞いております。川内さん。だから3号は移植するとですね、まあいろんな台風の影響とかあるにせよ、やっぱり生きていけなくなっちゃうわけですね。非常にデリケートな生き物なので。で、総理ですね、一般の視聴者が、辺野古の工事を思うとき、そしてあそこと言われたときに、やっぱこの埋め立て区域全体を思っちゃうわけですよね。で、そこから3号は移してますよ、という説明を受けると、そうなのか、というふうにも受け取るわけですけれども、実際には、総理がおっしゃった、この締め切られているところからは1軍隊しか、1軍隊、あって、はい、1軍隊しかなかったと。それを移しましたと。で、まだ締め切ってないところには7万4000軍隊ありますと。さらにそれを移植すればですね、全部生きるかというとそうではなくて、4割ぐらいは小型3号は特に生存率が低いわけですから、今、国交大臣にご説明いただいたわけですけど、4割ぐらいしか生きられませんということになると。ということでですね、まあ、そういう詳しい説明を、こう、省いて、おっしゃられたんだろうというふうに思いますが、私は不正確な、あそこの3号については、移しておりますと。もう全部移したんだというふうにですね、取られかねないご発言であったと。だからこれは政治家がよく使うじゃないですか。誤解を与えたとしたら撤回するという、よく使う言葉があるじゃないですか。だから、それで誤解を与えたとしたらですね、撤回それはするよと。ちょっときゃ不正確だったね、ということはですね、県民の気持ちに寄り添うって言ってるわけですから。それは言わんきゃいかんと。私は思うんですよ。総理、お願いします。はい、安倍内閣総理大臣。まあ、誤解を与えたら撤回するという、そういうレベルの発言ではないと思いますよ。つまりですね、今、いわば、では、あそこっていうのはどこかというとですね、それはまさに、この土砂を
投入している、この普通南側だとこう思いますよね、それ。だって南側をやってるんですか、今。締め切ってるのも南側ですから。だってそれは締め切らなければですね、締め切らなければ、だってまず、でそちら側もやるんですから、まだ締め切ってないからやってないわけですよ。両方ともやるんですが、やっぱ私があそこと言ったのは、まさに土砂を投入している側ですね。土砂を投入している側だとすると、それは、まさに南側ですから、南側のサンゴはですね、移植したというのは、それは事実ですから、それは一軍、それしかなかったんですから、やっぱ例えば、何軍隊があって、それ一軍隊しかやってないというんであれば別ですよ。あるいはやってないというんであれば、それは私、間違いですよ。やってるんですから、で、それしかなかったわけですから、で、そちら側も やるんですから、ということでありますから、それは、その、今のやつをですね、この私が説明したやつをですね、長々とテレビではその説明できませんよ。その1時間半ぐらい私に時間を与えていただいたらですね、いかにあの、まあ、普天間の危険性とですね、どれぐらい負担が軽減されているかっていうのをまずちょっと説明していましたから、そういうのも全部説明をさせていただければですね、その中で説明をさせていただければと。まあ、ですから、それが、私はそれが間違いというわけでは全然。いや、間違いと言ってないです。ない。間違いでは ないと思いますけども。川内さん。いや、あの、今ね、まさしく総理が土砂を投入しているところとこう、おっしゃいましたけど、土砂を投入しているところは埋め立て区域 2-1 なんです。2-1。このちっちゃなところですね。総理見てください。この2-1はですね、もともと移植すべきサンゴはゼロなんです。この土砂を投入しているところは2-1なんです。で、埋め立て区域には全然別な校区なんです。側は一緒だけど別な校区なんです。だから、そういうことを含めて、不正確な発言なので、誤解を与えるとしたら、撤回をすると。私はですね、ちょっと、あんま、そんな意固地になる必要ないと思うんですよ。ここは、県民の気持ちに寄り添うと言ってるわけですよ。で、ミスリーディングなご発言をされたことについてですね、みんなは大体すべてのサンゴだと思いますよ。この辺野古のこの大浦湾側を含めて。大体みんなそうだと思います。総理はそうじゃないとおっしゃるけれどもね、聞いてる方は、あそこのサンゴと言われたらですね、この辺の全部のサンゴだと思うんですよ。思うんですよ。それは言われた側がそう思うんですって言ってるわけだ。そこは認めてくださいよ。言われた側がそう思うんですよって言ってるわけだ。だから、それについては、ああ、お前らに誤解を与えたとしたらちょっと言葉が不十分だったねと。それはちょっと言い方今後考えるよというぐらいは言わないとですね、ちょっとそれ、県民の気持ちに寄り添うってことにならないんじゃないですかね。どうでしょうか。安倍内閣総理大臣。川内委員は非常にこの、弁論が、この、巧みですから、この思わずですね、この、カウ先生にこう、こう引き込まれる感じはあるんですが、しかしですね、事実として、私もいろいろこの件については、防衛当局と議論をしてきましたよ。で、そこでですね、例えば、まあ、この、一区二区というふうに言って、一区だから、でも一区と二区を一度にこれを締め切ったときにやってるわけですから、その一区、二区と別、この一区二区といって三区を取るんじゃなくて、その段階では、締め切った段階では全部やるんですよ。で、例えば、こっちもですね、こっちもこれ点線引いてありますけど、これ一区二区三、三つの国に分かれてると普通分からないですよね、これ。普通分かんないですよ。これは、北側という捉え方なんですが、しかしここは実は三つの項目に分かれているということですよね。ですから、そんなことはまあ、そこまでは普通なかなか分からないですから、ここは、締め切った段階ではですね、締め切った段階で、そこで、まさに三号を取る必要が生まれるわけでありますから、そこは取っていると。で、その後のこちらもですね、いわば、滑走路、第二滑走路よりもですか、厳しいというのは、こちらもこちらもやるということでありますから、これやらないんだったら別ですよ。でもまだ締め切ってないんですから、しかも締め切ってしまっててやってないんだったら別ですよ。で、まさにその過程において、この、南側という、まあ、こういうことを申し上げているわけで、まあ、ございまして、言えば、しかもその中においてですね、土砂導入に、
土砂を投入していくにあたってですね、行くにあたってってなったら締め切らなきゃいけないんですから、そこで要するに締め切るときにやったと。でそっちがまだ締め切ってないんですから、そちらを全体とは一応区別しているということで、あります。それは全くこの状況をご存じ、これを全くご存じない方に、その市だから説明するという説明の仕方には、それは確かに委員のおっしゃるようになってないかもしれませんが、それが間違いだったというふうには考えておりませんし、まあ、大体普通、この今の私の説明がですね、どちらかに導入するという、そういう意図的なものではなくて、いわば取るべきサンゴについては取っている、ない場合はそう取ろうと思っても ないわけですから、という、ことではないかと、こう思います。川内さん。はい。いや、だから私、総理の言い方が間違ってるので、一言も言ってないですからね。誤解を与える言い方をされているので、撤回されて、言い方をもう少し考えられたら、工夫されたらいかがですか、ということを申し上げているわけで、で、県民の心に寄り添うということであれば、移されていない7万4千軍隊は、移植されたら、生存確率は4割なんですということもご説明を国交大臣からいただいたわけで、そういう意味ではね、環境を大事に大事にしていくんだということであれば、言い方をもうちょっと撤回された上で考えてくださいねということを申し上げているわけで、間違いだとは言ってないですからね。間違いだとは言ってないですから。そこは、総理誤解されずにですね、素直に、それは、それは神羅万象を担当されるですね、総理大臣としておっしゃと、今後言い方考えるよと、さらに、軟弱地盤もあるんだったら、きちんとそれがしっかりするまでは工事止めるよというぐらいですね、総理としてですね、ご決断をいただきたいというふうにお願いを申し上げて、私の時間を終わらせていただきたいと思います。これにて、川内さんの質疑は終了いたしました。次に、寺田学さん。立憲民主党無所属フォーラムの寺田です。今日は総理質疑ですので、総理の政治姿勢についてお伺いしようと思ってたんですが、朝に通告 を追加しました。で、桜田五輪担当大臣について質問させていただきます。で、競泳の池江選手の昨日の告白に対するご発言について冒頭質問させていただきたいと思っています。総理ご存知ですか？ご存知ないかもしれないし、まあ、他の方のこともありますので、池江選手が昨日ツイッターの方でお話しされたこと、ご報告ですと。応援してくださる皆様、関係者の皆様へご報告があります。日頃から応援ご支援をいただきありがとうございます。この度体調不良としてオーストラリアから緊急帰国し、検査を受けた結果、白血病という診断が出ました。私自身未だに信じられず混乱している状態です。ですが、しっかり治療すれば完治する病気でもあります。今後の予定としては日本選手権の出場を断念せざるを得ません。今は少し休養を取り、治療に専念し、一日でも早くまたさらに強くなった池江璃花子の姿を見せられるよう頑張っていきたいと思います。これからも温かく見守っていただけることを嬉しいですと。まあ、ものすごい精一杯書かれてるなと思います。で、それに対して大臣、桜田大臣、昨日、報道に、まあ、テレビカメラの前でお答えになられてました。まあ、正直、恥ずかしながら私、朝まで知らなかったんですけれども、聞いてびっくりしました。まあ、昨日、記者団に大臣が、この池江選手の白血病の告白に関して、大臣がご発言された内容、金メダル候補で日本が本当に期待している選手なので、がっかりしていると。またそれに加えて、一人リードする選手がいると、みんながつられて全体が盛り上がるので、その盛り上がりが若干下火にならないか心配していると。大臣にとって選手っていうのは、こうメダルを取るためだけの駒なんでしょうか。私ね、本当に今回のこの大臣の発言を聞いて、震えましたよ。大臣にとって白血病とかがんとかと戦ってる方々のご本人の気持ちだったり、
ご家族の気持ちって分かりますか？あんまり自分の家のこと言いたくないですけど、私の母も10年前白血病になりました。ちょうど私が結婚する時で、結婚式も来られず、まあ本人もそうでしょうし、家族も母が亡くなるということを何か覚悟せざるを得なかったです。でその上、まあ高齢だったので骨髄移植もできなくて、で投薬治療に入りました。で、まあ死の不安をこう抱えながら、毎回血液検査のたびに良くなってたり悪くなってたりということを家族全員で話し合ったというのはまだ覚えてます。で何年も何年も投薬続いて、奇跡的にですけれども5年以上投薬治療やって、なんとか今頑張って生きてます。もうで今回ね、18歳の本当に今一生懸命頑張ってる競泳の選手ですよ。もうその人が、まあ、今回こういう形で公表してさぞ悔しいだろうなと、そしてまたもう想像できないような不安を抱えて、かつご家族の方ももうまあこうも想像できないです。不安に駆られてるんだろうなというふうに思ってます。今彼女にとって大事なって大臣が言うようなメダルの話じゃなくて、生きることそのものですよ。それに正面から向き合って頑張って18歳の女性がこうやって発信してるのを、下火になるかもしれないとか言ってる時点でどうかしてると思いますよ。答弁を求めます。桜田国務大臣。五輪担当失格だよ。昨日夕方に国会から戻る直前に一方事務方から聞きました。その後役所に戻るところで取材を受けました。私からはまず治療に専念して元気な姿に戻っていただきたい旨申し上げました。その上で、池江選手が金メダルが期待されている選手であり、ご本人もトレーニングで励まれているとお聞きしている中で突然の話にショックを受け、率直に残念である旨の発言をしたところでございます。なお昨日の私の発言の中で、まあ、がっかりしている、盛り上がりが若干下火になるか心配だということに部分につきましては配慮を欠いたと思いまして、お詫びをし撤回をさせていただきたいと思います。とにかく治療を最優先にして頑張ってほしいと思っております。寺田さん、紙なんか見ないで答えてくださいよ。全部見ましたよ。当初は前後の文も見てもらえば分かると思ってたのかもしれませんけれども、読めば読むほどメダルが欲しいってだけですよ。もちろんね、治療に専念してほしいって言葉もありますけれども、読めば読むほど最近水泳が非常に盛り上がっている時でもあるし、オリンピック担当大臣として水泳に非常に来てオリンピック担当大臣として非常に期待している部分もあるんですよ。一人リードする選手がいればみんなその人に惹かれて全体が盛り上がるんですよ。その盛り上がりが下火にならないか若干それは心配してますねって。今白血病に立ち向かう人にどういう言葉かけてるんですか。撤回して済む問題じゃないですよ。大臣に分かりますか、そういうがんと戦う方の気持ちが、そしてそれを支える家族の気持ちが分かんないでしょう。まあ、オリンピック担当大臣って文脈で言いますけど、本来であれば選手に最も寄り添うべき立場の人間ですよ。全く資格がないと思います。そういう立場としても、そして、まあ、私自身白血病と戦う母を見てた人間としても、大臣なんてすぐ辞めるべきです。あなたが今やれることは撤回とかそんなレベルじゃないですよ。あなたができる責任の取り方は直ちに今やめることです。それ以外ない。大臣いかがですか。桜田国務大臣。水泳界の盛り上がりが下火にならないか心配しているという発言のものにつきましては、池江選手が水泳界をリードするとともに他の選手の目標となる選手である趣旨を述べたものですが、
配慮を欠いたと思いますので、撤回させていただきます。職務を全うできるよう努めてまいります。寺田さん。もう一度お伺いします。大臣をお辞めるつもりはありませんか。桜田国務大臣。職務を全力で全うするつもりでございます。寺田さん。まあ正直言葉がないですよ。あまりなんかね、すごいこう怒りで震えがきますよ。なんか病気で戦ってる人本当大変ですよ。僕自身大病ないですけれども、まあ特に白血病、まあ癌も同じように大変ですけれども、まあ血液癌の白血病も数字一つで一喜一憂ですよ。で、いつ治るかわからないし、いつ体調が変化するかもわからないし、18歳のね、女性がそういう形で、あなたが言うような、自分自身でも期待がかかってるのはわかってるはずですよ。そういう選手としても自覚があるにもかかわらず、こうやって正直に話して、なんとか専念したいと、声振り絞って言ってるわけじゃないですか。大臣、あなたはね、五輪を担当する資格は全くない。もう一回最後に聞きます。お辞めになりませんか。桜田国務大臣。紙見ないでしょ。今までの分も挽回できるよう一生懸命職務に努めたいと思っております。寺田さん、そもそも責任がどういう形であるか、今回発言したことはどういうことをね、今白血病に立ち向かう子、そしてまたそれを支える家族、そしてさまざまな方々に対してどういうようなね、オリンピックの担当大臣としての発言だったか分かってないですよ。総理、どうされますか。安倍内閣総理大臣。委員長、ただいま、桜田大臣からですね、発言について、撤回をし、まあ、謝罪があったところでございます。まあ、こういう白血病というのは本当につらい大変な病気だと思いますし、さまざまな病気、あるいは難病に苦しむ人たちがいますが、これは本当になってみないとですね、本人にはわからないんですよ。その理解のない言葉というのはよく発せられることもあります。しかし、その中で、やはり、大臣もですね、オリンピック担当大臣として、今回のことを今まさに、深く反省し、配慮がなかったということを胸に刻んでですね、担当大臣として職責を全うしていきたいということを述べているところでございますが、池江璃花子さんにしてもですね、おそらく本人が一番私はつらいんだろうと思います。その中で一日も早く元気な姿を治療に専念して見せていただきたいと、こう思いますが、まあ、私もたまたま、月曜日に、テレビを見ておりましたら、新潟のアルビレックスの早川文也選手、たまたま私番組見たんですが、この方も白血病となり、約3年で、今年から復旧されるということなんですが、この早川さん自体がブログにおいてですね、早川選手が2年3年で復帰したから大丈夫という話を目にしますが、それぞれの段階があると思います。誰かと比較せず、池江選手のペースでしっかりと病気と向き合って進んでほしいのが一番の願いです。池江選手に温かい優しさをたくさん与えてほしいと思います。そういう思いは必ず池江選手の力になると思っています。それは僕自身も感じてきたことでありますということでありますから、まさに私はそういう気持ちで見守っていくことが大切なんだろうと、こう考えています。寺田さん、総理自身としてこの件に関する考え方を今ご披露いただきましたけれども、任命権者としてお伺いします。桜田五輪担当大臣は適任ですか。この五輪を迎えるにあたって選手であり関係者さまざまな方々と成功を導くための役割を担っていると思いますが、全くもって選手の気持ちなんて思ってないという素養の問題です。今回の発言を撤回したら終わるもんじゃなくて、
そもそもご本人としてこの五輪を担当するような資格は私はないし、素質もないと思います。総理、お辞めにさせる、そういうおつもりはないんですか。安倍内閣総理大臣。桜田大臣の考え方、そして決意については先ほど桜田大臣が述べた通りでございます。その中においてしっかりと職務を果たしてもらいたいと考えております。寺田さん。聞き方変えます。適任だと思いますか、思いませんか。安倍内閣総理大臣。私は職責を果たしてもらいたいとこう考えております。答えになってない。寺田さん。私がお伺いしているのは桜田大臣が五輪を担当する適任者ですか、違いますか、そのことをお伺いしているんです。安倍内閣総理大臣。桜田大臣はですね、まさに五輪招致においても全力を尽くしてきた一人で、あります。そうした経験も生かしながら来年のオリンピック・パラリンピックを成功させるために力を尽くしてもらいたいと考えております。答えられない。そういういろいろな責任っていうの白黒つく話じゃないから。それは委員長の考え方。いやだけどちょっとそれは委員長おかしいです。寺田さんにもう一度質問をしてください。寺田さん。オリンピックの成功に向けて努力してもらいたいという意向を聞いてるんではなくて、その五輪を担当する大臣として桜田大臣は適任か否かを聞いてるんです。安倍内閣総理大臣。今まさに委員がおっしゃったような観点からですね、この政権として内閣をこの今回組閣した段階においてですね、それぞれ適時適切にですね判断をしたわけであります。今回のことについては確かにこの厳しいご批判がある、そのことは受け止めなければならないとこう思っておりますが、私が任命したときの考え方としては適任であるとこう考えたところでございますが、今回のこともですね、しっかりと反省をしながらとこう考えております。いずれにいたしましてもですね、今はこの池江選手がですねしっかりと指導に専念して元気な姿で戻ってくることをですね、みんなでそういう雰囲気を作っていく、あるいは期待していきたいとこもって目を守っていきたいとこもっております。寺田さん。全く私はそう思いません。選手に最も寄り添っていかなければならないお立場の人の発言とは到底思いませんし、それがいくら撤回したところで私はその人の考え方というのは今回垣間見えましたので、そういうもないと思います。そしてまた人の上に立って政治をやって大臣という重責を担うという意味においても、私は人の気持ちがわからない方と思ってますから適任ではないと思います。そこは任命権者の総理がご判断されることだと思います。はっきりと適任と言われたのは驚きましたけれども、私は適任ではないと思います。本来用意していた質問に移りたいと思います。今回資料を3枚ほどお配りをいたしました。で、総理の言葉と、政治姿勢とその具体的な行動はどのような形になっているのかということを私常々お伺いしたいなと思っていて、沖縄の問題であったり、あと今日午前中やりましたけれども、憲法改正に対する考え方も含めて、聞きたいというふうに思っています。で、読売新聞の世論調査の推移を、まとめて資料にしました。2012年12月末政権交代をして 65% という支持率 で直近の19年1月ですか 49%、大きく変わってないと思います。やってきた政治がどうかというのはいろいろありますけれども、政権運営という意味で6年も続けているということ自体はこの数字が表しているのかなとは率直に思います。で、不支持率が変わってきました。13年8月というのは参院選後かな 26% ということですけれども、その後どんどん変わりまして、今4割程度になっています。
で、支持理由、不支持理由、さまざまあるんですけども、読売新聞がずっと6年間ですか、取り続けているところに、総理を信頼するか否かという項目があります。で、支持理由に関して言うと、総理を信頼するから支持するんですというのは、9% で、今 7% で、まあ、ほとんど変わりません。まあ、その代わり、政策というところに跳ね返っているのかどうか分かりませんけれども、ただ、顕著に変わっているのが、不支持理由の信頼できないからと、そういう総理を信頼できないという理由で、政権を支持しない、不支持だと答えられている方が、まあ、一番低い時で 17% しか信頼しないと答える人少なかったんですけれども、一番多い時で 62%。最近でもまあ4割程度のところで推移していると。これ率直にお伺いしたいんですが、総理いいですか。このような形で総理の、まあ、人柄という聞いている社もありますけれども、総理を信用できないと、信頼できない、信用できないという理由の方が増えているのはなぜだと、総理ご自身として自己分析されてますか。安倍内閣総理大臣。私も、まあ、いちいちですね、まあ、世論調査の動向に一喜一憂しないというのが私の基本的な考え方でございますが、まあ、同時にですね、国民の皆様の声は真摯に受け止めていきたいと、こう思っております。これは、まあ、誠に私自身が至らない人間でございますから、そのように思われることもあるんだろうと思いますが、とにかく、これ真実一路でございまして、誠実に政策を実行していく。5回の国政選挙でおかげさまで力強い、5回の国政選挙によって力強いご支援をいただきました。5回の総選挙によって力強いご支援をいただきましたので、そうした支援に、あるいはその際に付託された皆様の思いにですね、しっかりと応えていく、結果を出していくことによってですね、一つ一つ信頼を積み重ねていきたいと、このように考えております。寺田さん、まあ、今後どうするかという意向は分かるんですけれども、信頼すると答える方が少なくなる、まあ、言い方変えると、信頼できないから支持できないと、総理個人のことを評価しながら、政権自体を不支持と言われる方が増えていること自体に、ご自身としてどのような分析をされてますかと、理由は何だと思われますかと、まあ、もちろん至らない人間だからと、謙虚なご発言ありましたけれども、本当に率直に言って、どのようなことがその信頼できないという方が増えている要因だというふうに思われているのか、ぜひとも自己分析をお伺いしたいんです。安倍内閣総理大臣。そこは私が分析のしようがないところでございまして、これはですね、まあ、例えば身近な人々にですね、そう思われていたんであればですね、どうしたんですかと聞いて対応のしようがあるわけでございますが、会ったこともない方々がですね、そういう判断をしておられるということであれば、どういうお気持ちなのかということを伺わなければならないと、こう思っておりますが、いずれにせよですね、先ほど申し上げましたように、私も至らない人間でございますので、至らない点は多々あったんだろうなと、そういう点で厳しいご批判をいただいていると、こういうふうに考えております。寺田さん。それを踏まえた上で沖縄の方に移りたいんです。で、お渡ししました。で、防衛省からもらった辺野古の工事の進捗状況をトピックごとに並べたもの、まあ、あとは沖縄県の中でも選挙が何回か行われてますから、その出来事的なところも並べて、で、工事が始まったり中断したり、始まったり中断したり、始まったり中断したり、で、また始まったりと。で、何度か、まあ、これご覧の通り、工事が始まり止まり、工事が始まり進んでます。でね、このところに対して総理自身どのようにご判断されているのかというのを聞きたいんです。で、ぜひ下の方を見てほしいんです。まあ、この工事と中断で繰り返しますけれども、沖縄県知事選挙、去年の9月13日から30日までやって玉城デニー新知事が誕生しました。まあ、私が選挙を拝見する限り、明確に新しい新基地建設に対するイエス・オア・ノーというのも大きな争点の一つだったなと思うんです。で、ね、総理に私自身としてぜひ聞きたかったのは、
まあ、総理、去年の冒頭の国会の本会議で、沖縄の方々に気持ちを、沖縄の方々の気持ちに寄り添うというお言葉があった上で、その後選挙、尾長知事が亡くなられて選挙があって、そして、今に至るわけですけれども、沖縄の選挙が終わった後に、10月17日、総理、わかりますか？まあ、執行停止云々ってなかなか、言葉として理解しづらい部分があるんですが、いわゆるさっき、川内議員もやりましたけれども、土砂の投入を含めて、沖縄県知事選後に工事が再開をされました。でね、総理、総理自身、この工事の再開に、どのように判断加わられたのか私聞きたいんです。いや、沖縄防衛局が進めたことですというのか、最終的に防衛大臣が決めたことだというのか、総理ご自身に上がってきて、総理を、工事を再開せよと、ご指示されたのか、総理の判断、どのような工事再開に関して判断をされたのかというのを、総理ご自身お伺いしたいんです。ちょっと、経緯はこの通りですよ。経緯はこの通り。確認も向いて、はい、防衛大臣、岩谷武さん。工事の進め方に関しましては、事業者であります沖縄防衛局において、事務手続きを踏み、適切に移設工事を進めて、いるという報告を受けておりまして、総理から対応を指示されているものではありません。沖縄防衛局から、私に報告があり、私が了解し、そして総理に報告をしているところでございます。安倍内閣総理大臣。この戦後70年以上経ってもなおですね、沖縄の皆さんには大きな基地負担を負っていただいており、まあ、この事実を我々は重く受け止めています。まあ、このような現状は是認できるものではなく、まあ、その負担の軽減を図ることは政府の大きな責任です。まあ、このため政府としては沖縄の基地負担軽減に全力で取り組み、一つ一つ着実に結果を出していく考えです。まあ、特に住宅や学校で囲まれ、世界で最も危険といわれるこの普天間飛行場の固定化は絶対に避けなければならない。まあ、これが大前提であり、政府と地元の皆様の共通認識であると、こういうことでございます。普天間の全面返還を一日も早く実践するとの方針のもと、辺野古への移設を進めており、工事を進めている沖縄防衛当局は、環境保全に最大限配慮しながら、事業者として一つ一つ必要な事務手続きを踏み、適切に移設工事を進めていると報告を受けています。工事の進め方に関しては、沖縄防衛当局において、関係法令や埋め立て承認に基づき、工事の安全性や効率性なども踏まえ、作業の準備が整ったところから、順次、工事を進めているものと承知をしています。移設作業については、私が対応を指示しているものではないわけでありまして、なお、工事の具体的な進捗状況を。総理、簡潔にお願いします。はい。で、今のところですか、移設作業についてはですね、私が対応を指示しているものではないということでございまして、なお、まあ、工事の具体的な進捗状況などについては、適宜、防衛省から報告を受けているということでございます。寺田さん。今、防衛大臣と総理のご発言を端的にまとめると、防衛大臣が工事の再開を指示をし、その報告を総理が受けて了解をした、この解釈で間違っていませんか、総理。じゃあ、総理のがどう考えてるかって聞いて。安倍内閣総理大臣。今、防衛大臣から答弁した通りでありまして、この整理としてですね、いわば報告は受けているということであります。承認ということではなくて、承認ということではなくて、これは沖縄防衛局においてですね、判断して進めていく、そしてその報告を受けているということでございます。寺田さん。まあ、判断は後ろから何を聞かれているのか分かりませんけど、防衛大臣が判断をして、その報告を受けて了解されたんですよね。もちろん判断している内容、総理大臣の方が上ですから、いや、止めろとか、いや、進め、まあ、それは了解したという、その二つしかないと思うんですよね。か、留保するか。了解されたんですよね。
安倍内閣総理大臣、まあ、基本的にはその判断をですね、まあ、了解したというよりもですね、判断をまず報告を受ける、もちろんそこでですね、それは私は辞めろということはできますよ、それはね。なお私は当日、防衛省から工事を再開する旨の報告を受けたと、当日ですね、当日報告を受けたということであります。平田さん、もうちょっとびっくりしたんですけど、工事を始めたその日に報告を受けたんですか。もっと前に挙げて判断を仰ぐべきでしょう。知事選挙やってんですよ。この知事選挙自体がどういう争点であったか、それは人それぞれの考え方ありますが、新基地の建設が問われた選挙であることは明白ですよ。もちろんその上で国としてどうするかという考え方はさまざまありますけれども、総理、沖縄の方々に寄り添うんでしょ。もちろん今の普天間の基地、その危険性を除去してほしいという声も沖縄の方々の中にあるのは当然私も分かっています。ただその反面、新しい辺野古の基地は作らないでほしい、新基地に反対する玉城デニー知事含めてそういう民意があるのも事実だと思います。で、最初に戻りますけど、なんでそんなに遅く上げたんですか。もっと工事を始めるか始めないか、まあ、隣に国交大臣はいらっしゃいますけど、始めるか始めないかを総理に相談せずに、なんで防衛大臣だけで決めるんですか。岩屋防衛大臣。ちょっと寺田委員のこう事実の認識に少し誤認があるんじゃないかなと思いますが、埋め立て承認の取り消し処分を受けたことによってですね、工事ができなくなりました。まあ、そこで私どもは行政不服審査法に基づいて国交大臣に、取り消し、承認取り消し処分の執行停止の審査請求をさせていただき、その決定を受けて、状況判断をして工事を再開するに至ったわけでございます。で、その判断をした段階で総理にご報告をしたということでございます。寺田さん、総理にちょっとお伺いしたいんですが、この玉城デニー知事が当選した選挙において新基地のを作ることが争点になったというふうにお考えになられてますか。どのようにお考えになられてますか。安倍内閣総理大臣。まあ、地方自治体のですね、選挙の争点等について、まあ、総理大臣としてコメントする立場にはございません。寺田さん、選挙結果に対してもやっぱりコメントする立場にはないですか。安倍内閣総理大臣。まあ、選挙結果についてもですね、いわばその選挙の中においてですね、この沖縄の基地負担ということがですね、大きなテーマになっていたということはご承知をしておりますし、その結果についても真摯に受け止めたいと思いますが、今そこについてですね、コメントすることは差し控えたいと思います。寺田さん、僕ね、反論あったらぜひしてほしいんですけど、沖縄の県知事選挙、まあ、明確に新基地の賛成反対でしたよ。で、政府としていろいろな考え方あるのは分かりますけれども、立派に沖縄の方々に寄り添うという発言しておきながら、その後、まあ、選挙という一番明確なやり方ですよ。で、このあと県民投票も控えてますよ。そういう形である意味示される民意、沖縄の民意というものに本当に寄り添ってらっしゃるんですかということは気になるんです。で、選挙結果に対してコメントする立場にないと言われてますけれども、去年名護市の市長選挙もあったんです。で、もうこれも激しい選挙戦が繰り広げられて、まあ、報道によりますと、新基地建設に関して、容認する方向の事項で押された市長が当選されました。まあ、その後も地方自治体の一選挙に対してコメントをされないのかなと思ったら、まあ、報道の書きっぷりを言うと、異例な発言をされたと。地方自治体の選挙についてと。で、今ありますけれども、名護市長選挙の玄関につけて受け止めはと、これ、おそらく官邸の玄関で言われたんでしょうね、最も強いと言われている3選目の現職市長を破るのは難しいと思っていましたが、本当に勝ってよかったと思っています、自民党、公明党、そして日本維新の会が推薦した候補が選んでいただきましたと、名護市の市民の方に感謝したいと思いますと、結構踏み込んでますよ。
で、これからは落ち着いた政治を行って市民の生活を良くするために経済や雇用を良くして、そして教育や福祉や環境にしっかりと力を入れてもらいたいという市民の声に新しい市長に応えていただきたいと思います。まあエールを送ってるのかもしれないです。ここからですよ。市長が公約したことについては国としても責任を持って応援していきたいと思いますって言うんです。いくら自民党が応援した候補とはいえ、終わったらこの時だけですよ。私いろいろ調べました。総理が選挙終わった後、地方自治体の選挙の後に何を述べられてるかって言いましたけど、まさしく新聞で言うと異例ですよ。市長の公約したことについては国としても責任を持って応援していきたいと思いますと。かなり踏み込んでますよ。お伺いしますけれども、その後、玉城デニー知事が当選しました。玉城デニー知事が公約したことについて国としても責任を持って応援していかないんですか？安倍内閣総理大臣。ぶら下がりについてはですね、これは自民党総裁としてのコメントを、いつも基本的には総裁としてのコメントを、コメントをしているわけであります。で、いちいち今、官邸からですね、党本部に行ってという、もちろんありますけれども、官邸で聞かれたものでありますから、党の総裁としてお答えをしているわけでありまして、基本的には選挙においては、いつも党の総裁としてお答えをさせていただいているということでございます。平田さん。最初に聞いた質問に戻るんですけど、私自身ね、いや政権運営こんなに長年続けられて、その意味においてはそういう手腕持たれてるのかなと思いますが、不信が高まってるその理由は私なりに判断すると、総理ね、都合のいい時だけそういうふうに、報道の調査を利用したりとか、こういう自分たちが応援して自分たちの政策を進めたい時だけ異例ですよ。国としても責任を持ってその公約を応援したいなんていうのは、私はそういうところだと思いますし、そういうところに対して私は大きな疑念と不安を覚えます。でね、もう時間がないのであれですけど、この沖縄の件と一緒というには、さまざま語弊あるかどうか分かりませんけど、今、イージス・アシュアについて、私の生まれ故郷の秋田と、総理のご地元の山口に配備をしようと、防衛省は考えて、政府として考えています。でね、総理にぜひとも聞いてほしいんですけど、一回ね、山口は山口一番お詳しいと思いますよ。河村先生のご地元ですけれども、秋田の今置こうとしているところ、目の前学校ですよ。目の前住宅街ですよ。いや、イージス・アシュアの有用性、その遺憾は、それはそれでまた別途大臣とやりますけれども、目の前に住宅街あるんですよ。防衛省の、自衛隊の演習場だったと。演習場であるところに設置するという話ですけれども、目の前が学校だったり、福祉施設だったり、住居ですよ。総理ね、これ、別に難しい答弁求めません。一回見に来てくださいよ。わかりますよ。こんなところに、これから何十年常設するイージス・アシュアを置くっていうことが、いかにすごいことなのか。沖縄でね、普天間、目の前に基地があって、住民の方々が心配しているが、その負担状況をとにかく取り組みたいと言ってる反面で、秋田の住宅街の目の前に置こうとしてるんですよ。一回ちょっと見に来てください、総理、お願いです。安倍内閣総理大臣。当然、担当の部局も視察をしていると思いますし、この問題については、この問題については防衛大臣、また政務三役がいるわけでございます。山口県側につきましては、今、河村先生の選挙区でございますが、もともと私の選挙区でもありますので、そちらの側の方は私はよく承知をしております。秋田の方については今、そういう話は私は今、委員から初めてお伺いをしたわけでございますが、このイージス・アシュアの配備にあたってはですね、候補地の地元の皆様のご理解をいただくことが大前提、これ大前提であります。現在、防衛省において地元の皆様のご懸念を払拭できるよう、各種調査を実施していると報告を受けております。さまざまなご懸念やご要望について一つ一つ、丁寧に答えていくことが大切であろうと、こう思っております。私はその現地へ行ったことがないわけでありますから、私も今、経験にはお答えできないということでございますが、これ、いわば、
見るかどうかは、まずはですね、当然、大臣、また政務三役はそのためにいるわけでございますから、政治家としてですね、そうしたことを今申し上げたことも含めて、しっかりと対応していきたいと、こう考えております。寺田さん。かなり質問を用意したんですが、答弁書を作られた役所の方々に本当に申し訳ないんですけれども、今回、桜田さんの件のようですので、ご了承ください。終わります。これにて寺田さんの質疑は終了いたしました。次に、逢坂誠二さん。逢坂さん。大阪政治でございます。ずいぶん昔のことになるんですが、私も自衛隊の募集事務を3年ほどやったことがございます。防衛省の当時は防衛省ではございませんでしたけれども、地方協力本部の皆さんと一緒に、学校を回ったりですね、あるいは自衛隊父兄会の行事に参加をしたり、いろんなことをやって自衛隊の募集事務やらせていただきました。で、私の感覚では自衛隊の募集ってこれ非常に大事なことで、市町村の仕事の中でも私は大切にしなきゃならんものだなと思っております。当時は法定受託事務という概念はありませんでしたけれども、今は法定受託事務であります。そこで総理にお伺いしたいんですけれども、防衛大臣からの要請にもかかわらず、全体の6割以上の自治体から自衛隊募集に必要となる所要の協力が得られていませんと、これ1月30日の本会議の答弁です。で、このことに関して総理はその根拠として、今日の午前中我が党の本田委員の質問に対して自衛隊法施行令の120条を引用されました。防衛大臣は自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは都道府県知事または市町村長に対し必要な報告または資料の提出を求めることができるであります。こうやって規定があるのに協力していない自治体があるではないかということでありますけれども、午前の答弁を聞くと住民台帳の閲覧をしていただいてですね、書き写しなどのことを、やっているということでありますけれども、総理はそれも協力ではないんだと、その中には入っていないんだという話でありましたが、総理が求めている協力というのはこの住民台帳のコピーを欲しいという、そういう意味なんでしょうか。いや、総理がおっしゃったんですよ。防衛大臣、岩谷武さん。今、先生が触れていただいたように、自衛隊法上、あるいはその施行令上でですね、防衛大臣は都道府県知事及び市町村長に対してですね、自衛官募集に関する協力を要請できるということとなっております。で、この規定に基づいて、私どもとしては、要請をした際にですね、対象該当する資料を紙媒体等でいただければ、大変ありがたいということで、4割の自治体はそういうふうにしていただいているわけですが、あとはそうしていただけないんで、閲覧という方法を取ってですね、それを数十万、もっと多いでしょうか、単位で自衛官が書き写しているということでございますんで、残念ながら、私どもが、想定した、協力は、残念ながら得られていない状況にあるということは事実だと思います。大阪さん。石田総務大臣にお伺いします。住民基本台帳法上、住民基本台帳のコピーを許されるというのは誰ですか、これは。住民基本台帳のコピーを許されているのは誰ですか。あるいは、本人でもない方が役所の窓口へ来て住民台帳のコピーくださいっていうことはこれ可能なんですか。私の認識では住民台帳法上は閲覧しか認められていないという認識なんですが、いかがでしょうか。総務大臣石田正敏さん。お答えをさせていただきたいと思います。今、議論になっておりますですね、自衛官及び自衛官候補生の募集に必要な氏名や住所等に関する資料を市町村長が自衛隊地方協力本部長に提出する方法につきましては、自衛隊法97条第1項及び同法施行令第120条の規定に基づきまして、防衛省と市町村等において定められるものであります。それでですね、今、ご指摘がございましたけれども、住民基本法上にはですね、そういう明文の規定はございませんので、防衛省との話においてですね、紙媒体等で、要求があればですね、それは出していただいて問題ないと思います。大阪さん。
石田大臣、今の説明よくわからないんですが、住民台帳は閲覧しかできないと、住民台帳そのものはコピーしかできないんだと、そういう理解でよろしいですよね。石田総務大臣。お答えをさせていただきます。例えばですね、住民基本台帳に記載された情報については、住民基本台帳法上、住民基本台帳の一部の写しの閲覧等により、住民や行政機関に提供されるものであるが、他の法律の規定に基づく情報提供がなされることもあり得るというふうになっております。大阪さん。じゃあ、岩屋大臣にお伺いします。この自衛隊法制高齢120条を求めることができるというのは、これは住民基本台帳のコピーを求めることができるという意味なんですか。岩屋防衛大臣。120条では、防衛大臣は自衛官の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができると定められておりますので、紙媒体というような形、それは必ずしも紙でなくて、もういいかもしれませんけれども、そういう資料の提出を求めることができるというふうに考えております。大阪さん。私は自衛隊の募集事務をないがしろにしろという意味でこれを言っているのではありません。私自身も自衛隊の募集事務をやってました。大事なものだと思っています。精一杯やらせてもらいましたし、今も地元の自治体の行事にはできる限り出席をして、自衛隊の皆様の激励をしたいというふうに思っています。だけれども、正直言いまして、この募集事務の実務の現場で言うとですね、この住民基本台帳との関係が実は曖昧なんですよ。ここ一時整理されたように思ってるんですけれども、総理からその、閲覧させているところは協力していないなんていうことをですね、明確に言われると、それはなかなか自治の現場では大変な思いをされている方がいるわけで、岩屋大臣、ここ少し整理する必要あるんじゃないですか。いかがですか。岩屋防衛大臣。閲覧だけですと、私人でもですね、可能なわけでございますので、この自衛隊法上の規定、または施行令の規定に基づけば、もう少し積極的な協力を、いただきたいというのが本音でございます。もちろん防衛省は、一つでも多くの自治体に、ご理解いただき、ご協力いただけるように、これからも、しっかり努力をしていきたいというふうに思っておりますが、ぜひですね、自治体側のご理解と、ご協力を重ねて、お願いをさせて、いただきたいというふうに思っております。大阪さん。総務大臣にお伺いします。自治体側のご理解とご協力があれば、住民基本台帳はコピーをして出してもいいと、防衛省との間で話が成り立てば、そういう理解でよろしいですか。石田総務大臣。お答えをいたします。先ほど答弁させていただきましたけれども、住民基本台帳法上に明文の規定はないわけでありますけれども、そのことによって特段の問題を生じるものではないというふうに認識をいたしております。大阪さん。いや、明確に言っていただきたいんですが、それじゃあ、自衛隊との間で自治体が合意すれば、コピーを出していいと、そういう理解でよろしいですね。岸田総務大臣。お答えします。それは防衛省と市町村等において定められるものである。法に基づいてですね。私は出していいと思います。大阪さん。出していいと総務大臣がおっしゃっておられますので、それじゃあその方向で今後調整するっていうのは、それでよろしいんですかね、防衛大臣。いわゆる防衛大臣。私どもが要請して求めているものは、募集の対象になりうる方々の情報でございますので、住民基本台帳をもとにしたですね、情報であれば、
それは用をなすわけでございますので、そういうご協力がいただければ大変ありがたいというふうに思っております。大阪さん、はい、質問時間が終わりましたのでこれでやめますが、総理今のやり取り聞いて分かっていただける通りですね、必ずしも明確な規定がないんですよ。そういう中で自治体からの協力が得られないって言い切るのは私は少し言い過ぎだと思いますよ。閲覧をして書き写すっていうのが法律上の大原則であるんですよ。大阪さん、質問時間終了しております。そこのところを総理よく認識をした上でですね、これから発言をしていただきたい、そのことを申し上げさせていただきます。終わります。これにて大阪さんの質疑は終了いたしました。次に品武さん、品さん、はい、国民民主党の品武です。本日は38分間お時間いただきましたので質問をさせていただきます。まず桜田オリンピック担当大臣にお尋ね。